よし。よし来た。おはようございます。九州ディスタイルプロスタッフの梶原智弘です。今回はですね、久しぶりのおかっぱり動画ということで、音楽が水泳をですね、一日釣りをしていこうと思ってるんですが、連日続いている大雨に爆風と、今日も風がすごく強いんですけど、今回は、支流をメインに回って、いろいろな状況に応じて釣りをしていきながら、メインはちょっとサイトフィッシングなのかなと思ってるんですが、今回はですね、ディスタイルの、ワームを使って1日サイトフィッシングで攻略していけたらなと思います。まずはですね、稲城川の上流部からやっていきたいと思いますので、ちょっと頑張ってみます。行きましょう。すげえな。移動です。超賢いあれは。あいつっすよ。同じとこにいるっすもんね。相当むずいな、あいつポジション。あそこのやつに引っ掛けてると。はい、これで落ちろ。風がなかったら提灯でいけないんだな。あの木の下に置くんですよ。せや、水中にさえつけてしまえばいいから。重たいネイル入れて転がそう。風が邪魔する。超大事やな、ここ。お、最高。いた。いた。よし、よっしゃ。完璧なキャスト決まったら食ったね。よし。よし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 。下に行こうかな。すごいやつある。うわ、落ちてくるとずっと見てた。よし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 。よっ、これでかわして、おい、ここ、
今の完全 SVSB の虫かに騙されます。よし、オッケー。ちょっと細いけどね、天才水路の天才バスですよ。まあ、はい、今釣られた魚のエリアなんですけど、まあ朝一からこうちょっと入りたいなって思ってるスポットだったんですけど、先行者がやっぱ朝から3人4人入ってて、なかなかやっぱり音楽水系の中でも最もって言っていいぐらい有名な、ハイプレッシャーな水路でして、これを昼のタイミングで、まあ、見計らって入れたんで、ちょっとこうサイトしてるとまずこうバスを見つけたんですけど、うっすらバスかなっていうような魚が、壁沿いにピタッと離れて、その丸太が目の前にあるんですけど、その丸太の反転の途切れの反転のとこにこう上流向いて待ってたんですけど、風もすごく強くて、リーツホックの脳進化をアプローチしたんですけど、どうしてもやっぱり風に押されて、リーツホックがこう愛地引きじゃないですけど、どうしてもその糸を抜きたい部分で張ってしまうんで、魚自体もそれを 見て板ピューって逃げちゃったんですよ。でもうこの状況だと多分ハイプレッシャーのフィールドっていうのもあるし、水面の中に糸を入れると絶対に見切るなっていう状況だったんで、次その場所まで戻ってくるまでちょっと待って、で戻ってきたタイミングで次入れたのがこの SVSB ジュニアですね。この SV ジュニアをもう多分ちょうちんでアプローチしないといけないと思ったので、そのちょうちんをするためにはその周りのツルとかを探して、狙っていったんですけど、その手前にある、まあ水路でいうと真ん中までツルが生えてたんですけど、その真ん中のツルにちょうちんするとどうしてもやっぱ糸の存在感だったりとか、やっぱりその虫っぽさっていうのはすごく真ん中に落ちるっていうのはちょっとないかなということで、その壁沿い、なるべく壁ギリギリの、ツルに提灯してアプローチすると来るんじゃないかなということで、SVSB ジュニアをリグったんですけど、風がやっぱり強いということで、ちょっとしたアレンジじゃないんですけど、より糸をツルに引っ掛けてアプローチしやすくするためには、重みが必要だと思って 1.3g ネイルシンカーを、お尻に打ってちょんがけで今回はアプローチしたんですけど、その提灯をする上でやっぱりその糸のメリハリっていうのはすごく大事で、やっぱり警戒心が強いエリアだけあって見切ると思ったんで、一回チョンってつけてからは水面から10センチ20センチのところでひたすらしていく、するとバスが徐々にボトムにちょっと張り付いてたのが徐々にこう上に向いてきて、でもう助走をつけるかの、もう落ちるの待ってきてたんですけど、また落とすと見切っちゃうんじゃないかなっていうことが思ったんで、そのままシェイクし続けると、水面がこことしてここでシェイク続けると、もう助走をつけて顔を出して今は食い上げてきたっていう状況で、ベイトフィッシュとかエビを干してたわけではなく、やっぱりこの虫系っていうのがすごいこう合ってたのかなと思いまして、その虫系っていうのもやっぱりこの騙し方っていうのはすごい重要で、ただどこでも提灯したら釣れるってわけでもなく、まず魚を見つけてアプローチするところを考えるっていう、でそれが鶴の先端なのか、インサイド、まあ、壁寄りなのかっていうのを判断が大事だと思うんで、今の僕のアプローチはすごくこう僕自身も良かったアプローチじゃないかなと思います。そしてやっぱこの SVSB ジュニアだからこそ食わせれた魚だと思うので、ぜひ皆さんお試しください。
よし。よし。うわ、抜けた。くそー。でかかったな、今の。着水して巻き始めて食ったっすね。よし、来た。よし、でかい。でかいぞ、こいつ。よしよし、でかい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 。よしよしよし。でかい、でかい、超でかい、超でかい。バレんなよ。超でかいよ。ほら、手取り行こう。よし、でかい。これ50ぐらいあるっすね。この今の激渋の恩賀川でこの魚はすごい貴重。いやー、いい魚。先ほど初山川上流部で五条釣れたんですけど、すごく初山川ってこの時期になると魚がすごく目で見える、まあ、サイトフィッシングしやすいエリアなだけあって、やはり見える魚すべて賢いという状況で、まあ魚を探していったんですけど、僕がこうずっとまあゴロタエリアで魚を探してると、パッて 目の前に現れた魚はもう僕のこと多分ちょっと気づいてて、なるべく僕も気をつけて歩いてたんですけど、多分もう賢い魚なんで、僕を存在を気づいてちょっと大きめに逃げてってたんですよ。でその逃げてってる魚にアプローチしたのがこの D2 オックなんですけど、その逃げてってる魚に対してD2 オックを上流、2メートルぐらい上流部にアプローチして、カレントを使いドリフトさせてバスの方向まで持っていき、まあ、バスと距離感が50センチぐらい入ったところでバスの距離感をずっと見つけた瞬間、もうスピードが上がったんで、あ、これ来るなと思って見に来た瞬間にパクって食う可能性は少ないかなと僕は思ったんで、ここで2回逃がしを使いました。この D2ホックのサイトフィッシングでよく使う釣り方なんですけど、ヒューって見に来た時にスピードがあっていくと思ったらビビッとラインを叩くっていう動作を一つ入れると、どう違うかと言いますと、結構多くの方がやっちゃう失敗として、どうしても逃がす時にどうしてもロッドワークで引っ張っちゃう。引っ張っちゃうとどうなっちゃうかというと、どうしてもビラ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 こうシャットテル動きますよね。これがやっぱり最後まで動き続ける。ピラ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 。ピラ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 。っていうのはやっぱり 魚自体はその俊敏な動きじゃないと見切っちゃう要素の一つなんですよ。で、そこでその違い。0、100、0、100することによって、どうしてもやっぱ魚っていうのは逃げてるものに対してすごく反応しちゃうものなので、で、あ、今じゃないと食えないっていう状況を作って、逃がしで食わせる。まあ今の魚もそうで。ドリフト入れて魚を見つけてスピードが上がって寄ってきた瞬間に0100でピシャッピシャッっていくことによってバクッと2回目のアプローチで食ったという感じなので、やっぱりこの逃がしの釣りっていうのはすごく重要で、その逃がしの釣りっていうのに一番最も向いているのがこの D2 ホックだと思うので、まああんまり僕は言いたくはないですけど、僕のこの D2 ホックのこの叩きの釣り、逃がしの釣りっていうんですけど、はおはこなので、皆さんぜひちょっと試してみて